さあ今回はですねマーベルシリーズの歴史です アイアンマンはテロリストにおそらくは実験失敗で特殊な彼女は父親の力、り、怒りキャッチーアメリカはプロパガンダが生んでしまったヒーローであるという、それぞれの運命を背負うということで、まあここまでが主なフェーズ1、2012年。このでも4年間の間に本当にすごい大成長しましたよね。はい。で、ここからがいよいよフェーズ2になります。はい。えー、フェーズ2はですね、2013年から2015年までか。 主な動きとしてはヒーローを掘り下げる。もしくは主役どころのヒーローじゃない、その他ヒーローっていうか、芸人で言うとじゃない方芸人っていうのがたくさん出てきたのが、このフェーズ2の主な特徴ですね。え、まず1本目が2013年のアイアンマン3。もうアイアンマンは主力商品ですから、フェーズ1のアイアンマン2、3と一応3部作にしようという計画はそもそもありました。 で、もう、総力戦ですよ。スリーバーで行くと、もう、成熟期に入っているので、もうね、アイアンマー1体だと、もう見てる方も物足りないんですよね。そこで、マーク42っていう、42作、2機こう作って、42体出るのかみたいな、もう大変なことになってるわけですよね。で、えー、本作はそのトニー・スタークの家がもうボコボコになったりとか、もう、めっちゃくちゃなことになりながらもう、まあ、総力戦で、えー、この、 スーツで対応して戦っていくと。まあ、ロボット好きにはたまらない一本でしたね。で、僕もホットトイズのやっぱこのメカメカしいものが全部出てくるんで、まあ男の子は全員好きな、そんなお話になっておりました。はい。で、そこから、えー、2014年のマイティー・ソーのダーク・ワイルド。これダーク・ワールドだってな気がしたんですが違、違う。ね、ここですね。はい。それでは続いてですね、 2014年、マイティーソーダークワールドですけれども、これはもう掘り下げ系ですよね。ロンドンで起きた事件で、ええー、まあいろんなことがまあごちゃ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 あって、最終的に、ええー、このロキと対立していた層が一緒に今度仲直りして戦うっていう。まあこれではちょっとエモかったですよね。まあそういった意味では新しい展開になっていたのかなというふうに思います。あとはそのアズガルドの世界というのが、 アスカルドの世界がしっかりと描かれていたというのも一つの特徴でした。はい。で、同じくもうキャプテンアメリカ、ウィンターソルジャー、もうね、2014年だけでこれ3本公開されてるわけですよ。だんだんこの辺になってくると、その先の話、アベンジャーで戦った後キャプテンアメリカどうなっていくのかっていう掘り下げ系がさらに進みましてですね、これはファンの中では一番人気作と言われているウィンターソルジャーですね。 え、このニック・フューリーがですね、襲撃を受けて、USB メモリーを渡して命を落とすみたいな形になっているんですけれども、えー、これ、平たく言うとね、ストーリーが非常に秀逸でした。で、アメリカンヒーローの王道を行く前作に比べまして、敵の正体がわからないまま話が進行していくんですね。サスペンス調の作りになっていまして、 対する、その、ウィンターソルジャーっていうのは何者かよく分かっていないんですよ。それがすごくね、ドラマ性があったかなというふうに思います。はい。続いていきます。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。はい。もうこれはまた新シリーズがここで出てくるわけですね。え、なになになにっていう。今までのアイアンマンとかマイティー・ソー、キャプタアメリカもお馴染みじゃないですか。もうディズニーもいよいよここから物量作戦に行こうということで、 えー、マーベルの違うコンテンツのキャラクターを楽しい要素を盛りだくさんでいる。今までのちょっとキャラクターとは全然違うんですね。いよいよ地球ではなく宇宙を舞台にしたスペースオペラです。えー、これはですね、みんな宇宙の中でのハグレモノたちがいまして、えー、アライグマのロケットとか、 アイアムグルートっていうことしか言わない、木が出てきたり、えー、ガモーラーとかね、まぁいろいろなんかこの脱獄したやつが出てきたりいろいろするんですけども、なんか、えー、はぐれ者たちが銀河の中で出会い、ちょっとワンピースにも通ずる部分がちょっとあるんですけども、えー、宇宙の中で戦っていくっていう、まあ、お話なんですね。これはもうね、本当にあのー、 ピーター、まあ、リーダーのピーターのね、やっぱキャラがいいし、あと、音楽が80年代の音楽に区切ったりとかして、非常にこう、ご機嫌なサウンド。古いけどかっこいい、この演出だよね。っていうのが、マーベルの中で初めて出てきたかな、というふうに思いましたね。なので、音個自身の、ええー、まあ、コンテンツであり、まあ、アクションとしても完成度が高い、音楽も素晴らしい曲なので、MC の中でも、屈指の作品、これがまたヒットしたんですよね。はい。 あとはね、なんかね、こう SF って言うとピコピコした曲とかっていうのを入れがちなんですけど、実はピコピコしたものって、今はかっこいいかもしれないけど、ちょっと10年ぐらい経つと脱線ってなりやすいんですよ。だったら80年代の曲って、もう一回りぐらいすると逆に新しいになるんですよね。それを使うっていうね、センスがいい映画だったなと思います。そして2015年アベンジャーズエイジオブウルトロン。 なんとこのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーまで行ったところで、またみんなが大集合するというのが公開されました。これウルトロンがですね、アベンジャーズの前に立ちはだかるということなんですけれども、もうかつての伏線を全部こう回収していくんですね。で、シリーズ2作目というのはですね、アイアンマンとかソーのようなスーパーヒーローじゃないメンバーが大いに活躍するのが特徴です。 で、ドラマ部分でも、ホークアイっていうね、えー、やつとか、ロマノフっていうやつの物語が一つの軸となっております。ですので、アベンジャーズの新たに加わるスーパーアンドロイドのビジョンとか、後のスカーレットウィッチワンダの動向にも注目したいというところですね。そして、フェーズ2の一番ラストに、そのアベンジャーズの後ですね、アントマンという、これまた新ヒーローが登場します。はい。 アントというのはアリという意味なんですけども、シリーズ最小の1.5センチのスーパーヒーロー、アントマン。えー、コミカルなですね、作風というのがこの辺ぐらいからだんだん出てくるんですけど、ガーディアンズとかアントマンとかそうなんですけど、なんかね、クスクス笑うヒーローっていうのがこの辺ぐらいから、えー、マーベルの特徴として出てくるんですね。で、このスコット・ラングさんっていう、まあ僕もちょっとインタビューさせていただきましたけど、ちょっとコメディアン出身みたいな、なんか、 調子のいい男みたいな感じが出てきたりとかして、もうね、あの、当初のね、アイアンマンとかマイティーソードとかキャプテンアメリカっつうと、もう、イケメンで筋肉鍛えててっていう、ザ、成功しているハリウッド俳優みたいな感じなんですが、もうこのアントマンまで行ききっちゃうとですね、なんか冴えない男で、で、前科者なんですよ。 で、定職に就かずで、奥さんとも離婚すもうされる、されないとか、もうそんなような感じで、フラ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 してる。だから、このアントマンが、えー、このピム博士からアントマンになってほしいと頼まれるところから、ニッチヒーローが誕生するんですよ。これ何かというと、やっぱりメインストリームが、もう、その飽和状態なんですよ。 もう主役ってそんな何人もいらないじゃないですか。そしたらそうじゃないアンチヒーローですよね。えー、その他のヒーロー、ちっちゃい1.5センチのヒーローがいてもいいんじゃないかというところでミクロな視点で描かれたのも非常に当時新しかったということなんですね。はい。ということでここまでフェーズ1、そしてフェーズ2ともう一気に語ってまいりました。アベンジャーズの戦いはいよいよ最終局面へという、そして皆さん、 ここののフェーズ3最大の事件が起こりますそれが何かというとスパイダーマンなんですねでこのキャプテン・マーベルが最強クラスの主人公なんですめちゃくちゃ強い1人で今までのは何だったんだっていうぐらいめちゃくちゃ強いのが出てくるんですねここでねそしていよいよです「アベンジャーズエンドゲーム」